ありがとう。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 秋田優勝できたもん、まあみんなのおかげやし。春は、まああかんかったけど、まあ夏ここまで来れたもん、お前らのおかげやし。まあ最後は、情けないピッチングしてもらったけど、ないって言ってもらって悪かったな。細された道じゃない。まあ始まりというかスタートダッシュっていうのはまあそんなにうまく切れてなかったと思うんですけど、そんな中でまあ1年生大会優勝できて、で1年生大会の時は圧倒して勝とうっていうのを目標にして優勝できて、あの時に自分はやっぱこの代甲子園狙えるなっていうふうに 思って、でまあ上の代でいろいろ経験積ませてもらって、まあ2年生チームでまあ全然通用せんで、全くっていうほど、ね、勝てんで、ああでもやっぱそんなもんかって思って、自分らの代入って秋田優勝させてもらって、もう本当これはみんなの力のおかげやし、本当まあなんやろな、まあ今日いろんな取材とか俺受けてたけど、なんか俺が評価されるのちょっとおかしいなって正直思ってて、みんなのおかげでこんな俺の名前売るじゃないけどこう上げてもらってるのに、まあ俺だけこんなね、なんか評価されるのおかしいと思うけど、まあとりあえずでね、なんやろな、秋優勝して甲子園は行けんかったけど、で春ちょっと落ちてな、いろんなこと言われて、でチーム状況もぐちゃぐちゃなっていろいろあったけど、でその時にいろいろ、まあ、俺もね、まあ、正常な判断じゃないかもしれん判断とか何回もして、本当みんなには嫌な思いさせた人もおるやろし、うざかったとは思うけど、やっぱりこの一大会のためにみんな頑張ってきて、で、まあ、順調に勝ち進んで決勝っていう今日の試合で、まあ、本当この一勝をものにできるチームとものにできないチームっていうのは本当運命の差っていう監督も言われてたと思うけど、本当そんな試合やったな、俺らの3年間もう象徴してるような試合で、本当まあもうすっきりしたっていうのが俺の意見やな、正直言って。あんだけもう本当力負けやん、はっきり言って。もうあっぱれやったなっていうのが本当あれやし、まあ俺らも全力出せないっていうのはあると思うけど、全力出せないのが試合であって、そのうまくいかない試合の中でどうやって勝ちを取るかっていうのを、まあ3年間ずっと学んできて、それができるのがやっぱ甲子園やなっていうのはすごく感じた。甲子園っていうのはやっぱ難しいし、日頃から頑張っとかないといけんところやなっていうのを感じたから、まあ2年生3人入ってるけど、そこは本当お前らしかわからないことやと思うから、まあ正直言って俺らが2年の時もあんまここまで鮮明に、いや甲子園難しいなって思えなかった負け方やったけど、今回の負け方はまあ自信にもなるやろうし、そういうのあるから、まあ、そこは新チーム期待して応援頑張っていきましょう。で、まあ、今日の、まあ、もらったメダルかな、で、まあ、あれは、まあ、銀色シルバーということになるんだろうけど、まあ、今から輝かせね、あれを。で本当に、ね、まあ、甲子園に行ったチームだけではなくてからだよな、ま、だお前たちの今からの人生が、ね、あれからどん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 良くなっていったなと、ああやっぱり金メダルだったなと、まあ、言えれるような、ね、今からのやっぱ人生ですね。ね、今日の負けの悔しさというのは、ね、それだけ一生懸命やれてたという証拠だろうから、ね、まあ、今からまた別のことで一生懸命やらないかんこと、ね、たくさんあるからな、今の出てくる、ね、まあ、この悔しさだったりこの一生懸命さだったり、これ忘れることがなければた、ね、いろんなことがあったとしても絶対乗り越えられる、そこは、ね、自信持ってやっていこう。まあ、今からね、まだまだ学生生活続いていくし、まあ、この悔しさをまた2年生1年生に伝えてもらわないかんだろうし、
だからまあ同じようにまた生活が始まっていくので、まあ、そこら辺りは、気を緩めることないように進路決定までだよな。まあ31人おるわけで31人が全員進路決定が決まるまで、まあ、ここはもうしっかりやっていきたいと思っているので、そのことを頑張っています。非常にいいチームだったし、まあ、大石がどの子も言ってくれてたけど、まあ、やっぱり大石を中心に、まあ、他の人たちがこうやってくれてると、まあ、非常にベンチからも声も出てたし、そのところもね、いろんな声が出てと、素晴らしいチームだったと思うが、まあ、それをやっぱ勝たせてやれなかったというのは、やっぱ見つめているように、これ本当のせいなので、まあ、まだまだ俺もね、いろんなことをね、お前たちにやっぱり、ちょっと、まあ、もう卒業までに、この勝てなかった分、まあ、なんかいろんなことを、思い出、まあ、それを作ってやれるようにしっかり頑張りたいと思って、もうちょっとついていくんですけどね、いいね、はい、シャープ、いけ、ストップ、シャープ、よろしくお願いします、まあ、みんな、2年半、ありがとう、よろしくお願いします、マジ、ここまでやってこれたもん、みんなのおかげやし、北優勝できたもん、まあ、みんなのおかげやし、春は、まあかんかったけど、まあ、夏ここまで来れたもん、お前らのおかげやし、まあ、最後は助けないピッチングしてもらったけど、助けないピッチングしてもらった悪かった。これから、まあ、野球続ける人もおるし、大学行って、まあ、野球やめる人もおるかもしれんけど、まあ、この30人、31人は、まあまあ、一生仲間やと思ってるから、まあ、これからも、まあ、でも今までもありがとう、これからもよろしく、よし、ありがとう、駆け抜けた日々も笑顔も、お疲れ、よーっ、